皆さんこんにちは、後ろの風景を見ていただきますと日本でないことはすぐわかると思いますけれども、ウランバートルに実は来ております、こちらで、桜の木を育てたいという運動がありまして、その植樹祭に参加するのと、ある医療機関で、私は講演をさせていただきました。日本とモンゴルは大相撲を続いて非常に親しい国ではありますけれども、日本もこの国に対して積極的に、応援をいたしております。 ODA をこの国に出している国の中で日本はダントツに、多額の金を出しておりまして、累積で2300億ぐらいの金を ODA として出しております。空港の整備、医療機関の整備、教育機関の整備、等々についてインフラ整備に相当金を出しているんですけれども、それは、この国が、日本が持っていないものを持っている、つまり、広大な領土の中に、多種類の鉱物資源等を持っているということ、この国は、人口は少ないんですが、やはり、日本の高い技術に対する憧れ、日本の経済発展に対する憧れ、そういったものを持っておりますから、お互い、ないものを補い合うという関係では非常に、お互いにとって大事な国であろうというふうに思っております。日本とモンゴルの友好議員連盟とございまして、私も副会長をやっておりますけれども、ぜひこの国とですね、今まで以上に、太いパイプを作ると。そのためにはやはり政界、経済界、スポーツ界、文化関係の人たち、そういった分野で、お互いに密接な交流を図ることが大事であろうと思っております。観光開発もですね、この国でしていただくと日本人の方もどんどんこちらを見に来るんであろうというふうに思っておりますが、まあやっぱり直行便がないのがやっぱり一番問題かなというふうに思います。現在は、私は東京から来たんですけども、成田から、インチョン、ソウルのインチョンまで取りまして、そこから、こちらウランバートル4時間、合計7時間、6時間半ぐらいですかね、かかるわけでございますが、まあそういった辺の空路の整備も含めましてですね、ぜひ、この国のをですね、の観光開発、まあ、やってみたいなと思うところであります。まあ、いろいろ申し上げたいことございますが、月末から国会が始まります。しっかりと頑張っていきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。